タトシオンさん、ドラミュンさん、スケヒラさん、テイスタ、こんばんは。マメノメさん、スズヒトさん、ポボーキャンディ、ありがとうございます。トラネオさん、シネター61人目、ありがとうございます。ヨトさん、ポボキャンディ、ありがとうございます。アミューさん、こんばんは。ヨットさん、マシュマロ、ありがとうございます。ハッピーアイスクリームさん、ポボキャンディ、ありがとうございます。袴めっちゃ似合ってて綺麗とか、嬉しい、嬉しいよ、ありがとう。鈴人さん、どこ、鈴人さん、ジズさん、タケさん、キャンディ、ありがとうございます。イージスさん、こんばんは。馬車さん、ハート、ありがとうございます。ヨットさん、ハート、ありがとうございます。タケさん、キャンディ、ありがとうございます。ボイドさん、はるかねこさん、こんばんは。ケンさん、こんばんは。ヨットさん、流れ星、ありがとうございます。アミューさん、親衛隊62人目、ありがとうございます。ママまだいます。君空さん、プラムさん、こんばんは。ボイドさん、親衛隊63人目、ありがとうございます。すごい、めっちゃ増えてる、ありがとう。遅くなりましたが、大学卒業です、ありがとうございます。そう、卒業しました、無事に。たけさんも、マシュマロ、ありがとうございます。ヨットさんも、ありがとうございます。エニョさん、こんばんは。親衛隊64人目、ありがとうございます。トキンさん、こんばんは。待って、ケンさん、マシュマロとキャンディ、ありがとうございます。オルニストさん、ポポキャンディ、ありがとうございます。ヒデボーさん、こんばんは。雪降ったよって、積もった。はるかねこさん、親衛隊65人目、ありがとうございます。すごいんだけど、本当にめっちゃ増えてる。ケンさん、オルニストさん、キャンディ、ありがとうございます。あきよちゃん、うなんさん、さとまささん、こんばんは。けんさん、流れ星、ありがとうございます。たんぽぽの人さん、かいとさん、なおさん、こんばんは。ムラムさん、親衛隊66人目、ありがとうございます。イエーイ。ティンバレラさん、こんばんは。さとまささん、ぽぽキャンディ、ありがとうございます。かいとさん、流れ星、ありがとうございます。パチパチ、おいすあきよちゃん、親衛隊67人目、ありがとうございます。リベドラさん、こんばんは。ケースケーさん、ハート、ありがとうございます。初めて親衛隊になってくれた方が いらっしゃるね、嬉しいね。プラムさん、ヘモチスターさん、マシュマロ、ありがとうございます。テチテチさん、こんばんは。ハート、ありがとうございます。カズエさん、マシュマロ、ありがとうございます。はい、今日はですね、謝恩会に行ってまいりまして、インスタにもね、袴をあげましたけど、どうでしたか、袴。可愛かったよね、あれね、超こだわりました。たけさん、キャンディ、ありがとうございます。ハンナちゃん、こんばんは。ハート、ありがとうございます。リベドラさん、ハート、ありがとうございます。そう、あの上がレース、白のレースのやつで、下があのブルーグレーみたいな感じの色の袴でした。そう、ドリーマーさん、勝利さん、こんばんは。え、そう、なんかでもレースのやつ流行ってるから、結構さ、いるかなと思ったのよ。まあ色味が違ったりとかしても、まあ一人か二人くらいはいるかなと思ったけど、全然いなくて、みんな結構派手めなやつで、そうそう、びっくりしました。意外といないんだなと思って。てちてちさん、ハート、ありがとうございます。そう、インスタ見た瞬間、なぜだか泣けて成長を感じた成長。そうそうそう、すごい。今日はまあ早起きで、まあ一日ね、袴を、一日ってこともないんだけど、まあ袴をずっと着てて、で、あの立ちっぱで立食系だったのね。だからもう超立ちっぱで、すごい疲れましたね。あきよちゃん、ヨットさん、ハート、ありがとうございます。勝俊さん、ポポキャンディ、ありがとうございます。そう、淡いとは聞いてたけど、予想の上を行く感じで、さすが、嬉しい、嬉しいよ。ネイルが水色だとか、がっつり青木を想像してたけど、いい意味で予想、あー、なるほどね。そうそう、なんかあの袴が結構淡かったから、逆に爪だけこう
あの同系だけどちょっとこうね色をしっかり入れてってやってました。そう楽しかった。めぐみのさんこんばんは。あきよちゃんポポキャンディーありがとうございます。鈴人さんハートありがとうございます。そうちょっとこれを飲んでみます。123こんばんは。キャンディーありがとうございます。わあ風邪ひきそうだよ本当に。風邪なのか花粉なのかもわかんないです。まーちゃんって感じの色合いとても好き。嬉しい。そうあそうだ、それで大学卒業お祝いパーティーは今週の土曜日16日にやろうと思います。夜そんなにあの遅い時間じゃないと思う。そうケンタッキーを食べたい。私はなんか去年の年末くらいからずっとケンタッキーがなんか食べたくてそうだけど食べれてなくってこのタイミングでちょっと食べちゃおうかなと思います。みんなもなんか、まあ、ケンタッキーじゃなくてもケンタッキーでもいいしケンタッキーじゃなくてもなんか好きなご飯とか食べ物とか飲み物とかあの持って画面の前に待機していただけると嬉しいなと思います。でそこで大学4年間のねお話をしようと思っておりますので。イーストさんハムエッグさんこんばんは、ね、楽しみです。とってもう口の中がね大荒れマジで本当に。土曜日の夜はゆきりんさつこめ。あ、そうなんだ。イーストさんポポキャンディーありがとうございます。もしかしてお邪魔できる。あらら残念だ。まあ予定がねある方もいると思うので無理せずに。ああ、大関さん親衛隊68人目ありがとうございます。イーストさんマシュマロありがとうございます。たっちゃんこんばんは。ちょっとなんか寒いな。風邪ひく。モーコンさんこんばんは。よいしょよいしょ。ね、気をつけるわ。なんか、まあ、寒いからコーナー炎がねできてます。あ、ヒロくんこんばんは。夜勤終わりヘトヘトです。お、お疲れ様です。ゆっくり休んでね。まマスルさんこんばんは。え、あのさ、なんか今日ね髪の毛もその置物屋さんでやってもらったんだけど、あの髪の毛もさアップじゃなくてこう2つ下でお団子してたのよ。でさまああの外でね写真とか撮るっていう話をしたら、あのこう風が吹いた時とかにこうぐちゃってならないように結構しっかり固めてくれたのよ。それがさもうさ重い袴を着てで髪の毛も崩さないようにこうあんまりこうさ動けないからもうすごいさ肩が凝っちゃってで疲れてで髪の毛もガチガチだしすっごい気持ち悪くて今日はもうこの時間なのにお風呂に入ってるっていう。後ろを見た。あ、うん、写真あるのでまた見せます。そう、イーストさんキャンディーありがとうございます。バンフィーさんマシュマロキャンディーありがとうございます。マスルさんハートありがとうございます。デラロサさんこんばんは。バンフィーさんキャンディーとポポキャンディーありがとうございます。マスルさん結婚してありがとうございます。バンフィーさんレインボースターありがとうございます。そう寒暖差がねマジで激しい。本当に関東も日中ね太陽が出てる時で日向にいるとだいぶ
あったかいけど、日陰に行くとねすごい急に寒くなったりとか、アウターがマジで難しい。カピオリさんこんばんは。シャオン会はねちょっと飲んだ、一杯飲んだかな、なんかスイカのカクテルとかいうのをね飲みました。珍しいよね、初めて飲んだけど、なんか結構スイちゃんとスイカだった。そう、友達はなんか日本酒とかガバガバ飲んでてくれめちゃくちゃ飲むじゃんとか言って。そうそう、ツッチーさん、ダイさん、KJ さんこんばんは。クッキーモンスターメガネさんこんばんは。新エタイ69人目、ありがとうございます。あ、X にももちろん投稿しますね。ちょっと待っててね。新潟の方が暖かい日も結構ある。あ、そうなんだ。本当に寒いです。飲食はただ、そう。でもね、墓まで全然食べれなかった。もうなんか序盤でだいぶお腹いっぱいになって、そう。そんなもんだよね。バンフィーさん、キャンディーありがとうございます。水原の赤ティーさんこんばんは。こういう マジ疲れた、ほんと眠いめっちゃ首やばい、もう肩が痛すぎる。謝恩会って学生側がお金全部出すんじゃ別途徴収されてない、されてない、え、そうなの、謝恩会って、え、なかったよ、なかったよっていうか普通は、でもそんなんだったら行かないよねこっから追加徴収されるってこと、学費に含まれてんじゃないね。テチテチさん、親衛隊70人目ありがとうございます。今日10日ってことは1日7人ペースですね今は。でもすごい、多分学費に含まれてる気がする。だからまあただではないけど、ただみたいなもんだよね、追加はないみたいな、そんな気がしてます。 BPM188 さん、トキさんこんばんは。え、なんかテロップ出てないじゃん、今気づいたんだけど、なんで出ないの、えっと出た。お刺身さんこんばんは。あ、そうそう、バッグとブーツもね白で合わせました、よく気づいてくれてるそうそうそう、あのバッグとブーツは私物ですね。あとあのパールのピンも私物かな。クッキーモンスターメガネさんこんばんは。あ、ちょっと待って、そうだ、みんなに見せたいものがある、ちょっと待って、そうだったそうだった、ちょっとさすがに見てほしい案件、これは移植なら草履じゃなくて慣れたブーツにさせか、うん、そう、でもブーツでもさすがにね足痛かったびっくりしちゃうよね、ブーツは初見？あ、そうかな、インスタに載せたことなかったかな、でもね結構あの前から履いてるやつかも。卓蔵さんこんばんは。トキさん、キャンディーありがとうございます。米沢ジラさんこんばんは。そう、あの私がね大学卒業したらもう絶対に買うって言っていたピアス買いました、やっと買った。これは自分への卒業祝いです。あ、なんかみほちゃん初見ですって言ってるこんばんは。のりすけさんこんばんは。
イエーイ。ディアさんこんばんは、キヨちゃんこんばんは、ヨットさん流れ星ありがとうございます。マジで可愛い、ちょっと見てほしい。ヨットさんハートありがとうございます。もうこれがどうしても欲しくて欲しくてたまらなくて、そうバレンティーノじゃーん、もう超可愛い。こういうなんかシンプルだけどブランドってわかるやつが欲しくて、ちょっとつかないですね。ガタジェイさんこんばんは、マシュマロありがとうございます。かわいい本当に。トシノリさんこんばんは、インスタかさすにお銀座のお店。あ、これね買ったのは昨日表参道で買いました。友達と出かけたついでに買った、かわいいよっかさんこんばんは、どうもどうも。そう、ほい、じゃじゃーん、ママ鼻水出てきたからティッシュください。うん、オリゼンさん、ハクロウさんこんばんは、うん、ニョッカさん拍手ありがとうございます。ハクロウさん、ヨットさんハートありがとうございます。ニョッカさんハートありがとうございます。星野さん流れ星ありがとうございます。ディオールかなって予想して、あーそうそう、ディオールもさ欲しいんだけど、欲しかったんだけど被るのよ。そう、カンさんこんばんは。なんかバッグとか財布とかそういうのはミュウミュウがよくて、なんかアクセサリーはバレンティの方がいいかなって思ってますね最近は。なんかアクセサリーもさミュウミュウ可愛いんだけど、なんかあの好みのデザインが出てくる率がバレンティの方が高くて可愛い、マジで可愛い。そうそうなの、そうそう、なんかさもうめっちゃドーンみたいなのあんま好きじゃないのよ私。なんかブラ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 みたいなあるじゃん好きじゃないの。そうだからなんかこういうピタッとしてる方が好き、ちょっとさりげなくね覗いた時に見えるよみたいな。でもミュウミュウのバレッタは欲しい。昨日あそこどこだ、あれ西武か、渋谷西武のミュウミュウに行ってバレッタ見たんだけど、なんか普通の水色、なんかあのケースみたいな水色、こんな水色と、うん、そうそう、なんかアイスブルーみたいなのがあったの、それこそあの袴の色みたいな、うん、最初普通のそういう濃い水色がいいかなと思ったんだけど、うん、アイスブルーを当ててみたら、なんかそのこう見た時、並べてみた時は白っぽかったの、そのアイスブルーが、うん、まあこ濃いのと並んでるからね、うん、でもこう紙に当てるとちゃんと水色なのよ。かわいすぎてそれがちょっとそれポチーまあまあキュルーンキュルンじゃんって感じ。ひろひろしさんこんばんは、キャンディありがとうございます。総一さんこんばんは。ちっちゃいけどブラブラブラってしてるビビアンの、え、でもさちっちゃいのいいじゃん、なんかでかいブラ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 それが嫌なの。おつさん流れ星ありがとうございます。いちゃいちゃさんこんばんは、爪がいい感じみたい、ありがとうございます。ちょっと自分でやったから下手っぴだけど、幼き日はおねだりしなかった時って、そうなの、その時にしてないからもう今爆発してる、額も跳ね上がってて、ええお菓子おねだりしてくれ、あいいんです、お菓子なんて自分で買うからカピおじさんポポキャンディキャンディマシュマロありがとうございます。そうめっちゃ可愛いのよね、お願いキュロン、なんでダメなんだよ逆切れ天使さん
グッと流れ星ありがとうございます。勝利さんマシュマロありがとうございます。小さい頃に買ってた方が安くついた。買ってたよね。小さい頃はおねだりしなくても買ってたからおねだりする必要がなかった。今はおねだりしても買ってもらえないから、うんって言うまで言い続けるしかないと思って。マウってそういうタイプだから、うん、おねだりとかじゃなくて、なんかこれいい、あれいいとかも、なんかうんって言うまで言い続ける。しつこいとか言われてかわいちょう。天使たん、だるまと音符ありがとうございます。そう、これちょっとまた私服の時につけますね。なんかすごい部屋着ね、変ですけどね。実家じゃないよ、家にママが来てる。卒業式だったから来て待ちゅ。そう、ダダこねたりしたことなかったのにね。慎太郎さん、マシュマロありがとうございます。本当に可愛かったんだよ。何が？え、バレッタ。え、しかも、うん、私もうちょっとしたら髪はもうちょっと明るくするんですけど、そう、髪明るくした時に絶対可愛いのよ。みんな。みんな。ダメみたい。ケイチ。すごいこと言うじゃん。え、今より明るくなると思う。756さんこんばんは。そう、この前もちょっと色をだいぶ明るくしてからオリーブっぽい色を入れたのね。で、だから次もうちょっと明るくしたいって言っているので、多分今より明るくなるんじゃないかな。でもブリーチはしないからちょっと限界はあると思うけど、今からそのまた美容院行く日までにもうちょっと落ちて、そっから明るくしたいって感じ。ママさん卒業祝いということでぜひっていう、なんかすごいナイスなコメントがあるけど、やめて。そのママの味方するのやめて。しかもあやちゃんのファン。つやかもつ、え、どうだろう、わかんない。でも髪質改善とかトリートメント、でもトリートメントはするから、そんななんかガサガサにはなんないと思う。シンクレアさんこんばんは。え、そうだから、今日みたいに外で写真撮ったりとか、今日の袴の時の写真みたいに外で撮ったりとかすると、多分室内で見るよりは結構明るく見えると思う。そうそうそう、パパさんならワンチャンありそうだって。パパさん無理だよね。 うちの主導権はママが握ってるから、カーストダントツ1位だから、ママに逆らえないから、うちはもうね、支配者。結構ヴィランズ系。やめて。歯です。しゅがきさんこんばんは。ママさん切実な願いとか言って、マーも甘やかしたいってこと。明太じゃりさんこんばんは。そうそう、外だとねだいぶ明るく見えるけどね、やっぱ室内だとねどうしてもね暗いよね。あ、こういう風にするとちょっとやっぱ前よりは明るいけどね。天使さんだるまありがとうございます。インスタ見ました、袴めっちゃいいから、ありがとうございます。天使さんだるまありがとうございます。嬉しいな。財布の紐緩ませるにはママさん懐柔するしかない。あ、分かった、じゃあ半額出してとか、ね、めっちゃ名案だよねこれね。おいおい、ねんなねんな、起きろ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 。お刺身さんマシュマロありがとうございます。
年な年な本当にケチめんたいチャリさん、キャンディーありがとうございます。ママさんはサンリオのキャラは何が好きですか？バットバツ丸。あ、そうだ、あのなんか、あ、そっか、あのなんかこの間ママと2人で買い物行った時にサンリオショップ見たんです。で、なんだっけ、あのさ、ランダムのやつでなんかカンカン、ちっちゃいこういう、あ、カンラムネみたいなのがこう中に入ってて、でその袋を開けるまでは何のキャラクターのカンカンが出てくるか分かんないみたいな。で、な、全部で何種類だっけ、全部で10種類で、その中の1個がバツ丸なのよ。でママはあの地元、私が知らないところで地元で何個も買ったんだよね。5、6個買ったの、5、6個買ってたんだけど1個も出なくって、でじゃあママが試しに1個買ってみるよって言って、で中身のラムネをくれって言って、で缶はもう何が出ても引き取ってって言って、あの適当に取ったの。10個ぴったり入ってるけど、多分その時に開けたわけではない感じの箱だったよね、あれね。だからもしかしたら入れ替わってたかもしれないし、わかんないんだけど、まあ普通にその新品の開けたまんまだったかもしれないし、まあそれはちょっとわかんないんだけど、まあ10個入ってるやつがねあって、もう超適当に選んだの。でもママがなんか買った時に前から何番目と何番目を取ってみたんだけど違うみたいなこと言ってたから、いや一番前かなと思ったけど、マウ的にバツ丸は割と後ろから 2,3 番目ぐらいにいることが多いのね、そういうランダム商品でフルの箱の時って。だから後ろから2番目か3番目のやつ取ったんだよね、うん、パッ2番目か、おう、でパッて取って、でとりあえず買いました。でちょっとしてね、あ、そういえばあれ開けてみようよとか言って開けてね、で最初なんか違う色っぽく見えて、ダメかもって思ってパッて出したらバツ丸、一発買わなきゃよかったっていう話ね、ママ自分でねね、ほらほらほら、どうなの。しんいちさんこんばんは。あ、ヨタさんこんばんは。ワイの息子も大学卒業した。一緒ですね、おめでとうございます。ね、ママさんにグッズ献上するのでそれでお願いできませんか。ドンテンさんこんばんは。そうそう、しんいちさんレインボースターありがとうございます。そうでもね、自分が欲しいのは引けないんだよね。まあなんかその多分無欲だからってのも悪くない、普通に。そうそう、それもあると思いますが、まー、あ、ちゃんに劇場のガチャ回して推しちゃん出しておいてもしかしたら出せるかもしれない。しんいちさんだるまありがとうございます。物欲センサーってめっちゃ仕事する。え、ほんとそうなの。何なんだろうねあれね、自分の推しは引けないのに人の推しはさ一発で引けちゃったりとかするの。しんいちさん小判ありがとうございます。そうだから私はあのピアノちゃんが好きなんだけど、珍しくガチャのガチャのさ中に入ってたりとかしてもだいたい引けないとか、もう引くまで回すとすごい額になってるとかそんな感じ。明太チャリさんだるまありがとうございます。あー、キリメちゃんが食べ、そうだよね、なんだっけ、お使いじゃなくて お出かけだっけ、お散歩、お出かけ、なんかそんな感じ。え、そう、その缶ラムネはピアノちゃんはねいないの。さっき村上さんこんばんは。めんたいチャリさんだるまたくさんありがとうございます。そうだけど3月13日だかに発売するイースターにはいるから、ちょっとあのそれはでも普通に商品としてねいる の、 あのランダムとかじゃなくて、そうそう、だからねすごく楽しみ。ドラゴンさん、キャンディーとマシュマロマシュマロ、これ何マシュマロありがとうございます。
キリミちゃんはピアノちゃんより重要だった。え、そうだからさ、結構ドキドキしたあの発表。なんか普通に明日は我が身だなと思った。ああいう制度があるって分かったら。だからピアノちゃんってこんなにも愛されてるんですよってやっぱ伝えないといけないなって運営にねえママ思ったかな。だってピアノちゃんがいなくなったら私サンリオ一気に興味なくなるもん。ちょっと戦力外通告されないように頑張りたいと思います。ピアノファン一同ちょっと周りにいないけどカレーライスさんこんばんは、ハートありがとうございます。インスタで袴みたいになってる、嬉しい、ありがとう。15分過ぎてる。推しがいなくなったら箱に興味なくなるのくっそわかるそうそう本当にそう。くだたまのリストラも近いのかと感じリストラって言っちゃってるしで手を取り合って頑張ろうね。ぐでたまも可愛いよね。なんかぐでたまのさポーチ出てたよね。それピアノちゃんもいるんだよね、あのスクエアのポーチ可愛かったよそうそう確かにね、戦力外ってはっきり言わないところがいくわかの気遣い。そうだね、確かに、はい、ということでそうとりあえずね卒業式も謝恩会も無事に終わりましたよっていうご報告と、あとその卒業お祝いパーティーが3月16日の土曜日の夜にやろうと思っていますっていうお知らせを兼ねたおしゃべりタイムでございました。あの時間はまだ決めてないんですけど、まあだいたい7時とかかな、6時半7時くらいめどって感じですかね。ちょっとまたあの確定したらあのツイッターとかでお知らせ出します。袴の写真ツイッターに載せます、見てね。みんなのみんなでみんなの可愛いっていうリプ待ってます、よろしくお願いいたします。そう一通り終わりました、ありがとう、卒業おめでとう、ありがとう。おつさん花束ありがとうございます。ヨトさんハートありがとうございます。今日はちょっと短い時間ですみませんが、また明日お会いしましょう。みんなもゆっくり休んでね。ママさんまたね、だって。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。